ニューハンプシャー州ワシントン山、ファニー・ワークマンはこの山に登ることで登山を愛するようになったファニー・ブロック・ワークマンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の地理学者、地図制作者、探検家、旅行記作家、登山家であり、特にヒマラヤ山脈での実績が名高い。女性では、初の職業登山家であり、探検しただけでなく、その冒険について記録も残した。 女性が登った最高点到達記録を何度か更新し、夫と共に発撮の著作を表した。また、女性の権利と賛成権の運動家でもあった。ファニーブロックは1859年1月8日にマサチューセッツ州ウースターで、ピルグリム・ファーザーズの子孫である裕福で、貴族的な家庭に生まれた。三人兄弟の末っ子だった。母はエルビラ・ハザード、父は アレクサンダー・ H ブロックであり、実業家、共和党員のマサチューセッツ州知事を務めたものだった。ファニーはまず母から教育を受けた後で、ニューヨーク市にあったミス・グラハムのフィニッシングスクールで学び、その後は、パリ、さらにドレスデンで時を過ごした。トマス・ポーリーはファニーに関する短い電気で、ファニーの初期はその特権意識に束縛されることで、イライラしていたと書いている。 当時の彼女の作った少数の話が残っており、冒険に関する彼女の興味を物語っている。その中の一つは休暇中の話であり、彼女は社会を軽蔑する美しく貴族的なイングランドの少女を物語っている。彼女はグリンデルバルトに逃げ出し、そこで優秀なアルピニストになり、あるアメリカ人と結婚する。この話はファニー自身の生活を要約しており、 山々への愛情である旅行熱や女性の権利への関わりが入っている。八百八十六年、ファニーはニューヨークマガジンに短編小説を掲載し、時代設定はフィリップ王戦争で白人少女が捕まり脱出することを描いた。この話の書評は大変楽しく夢中にさせるようなスタイルで語られていると述べていた。八百七十九年、ファニーは アメリカ合衆国に戻り、1882年6月16日に12歳年上の、ウィリアム・ハンター・ワークマンと結婚した。ウィリアムも裕福な貴族で、教養ある家庭の出であり、イエール大学を卒業し、ハーバード大学で医師としての訓練を受けていた。1883年、または1884年、娘のラチェルが生まれた。結婚後に、ウィリアムが、ファニーに登山を教え、 ニューハンプシャー州のホワイト山地で夏の多くの時間を過ごし、ワシントン山には数回登った。アメリカ合衆国北東部で登山することで、他の女性とともにその能力を開発できることになった。ヨーロッパのクラブとは異なり、ホワイト山地のアメリカ人の登山クラブは、女性もメンバーになれ、女性に登山を奨励していた。彼らは家庭内でも運動競技でも、 アメリカの女性の新しい形を奨励しており、ファニーはこのイメージを熱狂さを持って迎えた。1886年までにニューイングランドで女性はハイキングの遠征の時に男性の数を上回ることがあるようになっていた。ジェニー・アーニー・スタイナーはその地域での登山に関する性別動態についての記事でこの成長過程の経験がファニーをして 女性の権利運動に関わらせるようにしたと述べ、当時の男性であれ、女性であれ、他のよく知られた国際的な登山家といえども、女性の権利について彼女ほど公然とまた熱心に語ったものはいなかったと指摘していた。しかし、ワークマン夫妻のどちらも彼らの住んでいたウースターの田舎暮らしを嫌っており、ヨーロッパで住むことに憧れていた。ファニーとウィリアム双方の父が死んだ後、 その莫大な資産を残し、夫婦は最初の大きなヨーロッパ旅行に出発した。行き先はスカンディナビアとドイツだった。ファニーとウィリアム1889年、ワークマン家はウィリアムの健康を理由にドイツに移転したが、ポーリーはこれが単に口実に過ぎなかったと推測しており、事実ウィリアムは驚くほど急速に回復した。ドレスデンに到着してから間もなく、 夫婦の二番目の子供であるジークフリートが生まれた。ファニーとウィリアムはこうして二人の子供を得ていたが、ファニーは妻であり母であるという社会的に受け入れられる役割に落ち着くことを拒否し、その代わりに著作かかつ冒険家になった。1800年代の理想とされた女性らしさとは異なった活発な生活を送った。フェミニストとして自分は困難な生活でも、 男性と同等かそれを超えることができる例だと考えた。当時の新しい女としての精神を実現できると考えた。さらには、ミラーが女性探検家に関する著作で指摘しているように、当時の理想の過程は大きなものであり、否認に関する情報は容易に得られなかったので、ウィリアムの医学の知識が貴重なものだったに違いないということである。ワークマン家は、 長い旅行をする間、子供たちを子守に預けた。1893年、ジークフリートがインフルエンザと肺炎の合併症で死んだ。その死後、ポーリーによれば、ワークマンは自転車旅行を通じて、積極的に新たなアイデンティティを求め、それは妻や母という伝統的な責任から解放されるものであり、彼女の興味や待望に合わせることを認めるものだった。 夫妻は1912年に会った娘の結婚式もカラコレム山脈を探検していたので出席できなかった。ワークマン夫妻は共に世界を探検し、8冊の寄港本を強調し、その中で旅した地域の人々、芸術、建築について叙述していた。その作品の中で他の著作家について触れていたように旅行記のジャンルに貢献していることに気づいていた。 その登山に関する語りはそれら遠隔の人も住まない地域の文化についてはあまり触れていない。その著作の愛読者のために日没について叙情的に記述し、科学的な指導者のためには氷河など地形的な特徴を詳細に説明していた。王立地理学会のような権威ある組織に訴えるためには、その著作の中に科学的な要素を付け加えた。ファニーは、 その登山家たちの目には科学がより根拠を与えるものになるとも考えたが、それは読者にとっては苦痛になった。夫婦の自転車旅行に関する語りは害して山登りに関する記述よりも読者から好意的に受け入れられた。ファニーは気候本の大半を執筆し、その中に旅したどこであっても女性の窮状について後半にコメントを入れた。ステファニー・ティング・レイは その百科事典のワークマンによる気候本に関する記事で女性が経験する困難さ、並びに社会において彼女が出会った女性の地位の低さについてフェミニストの観点から批判があると記している。女性の権利について強い意志を持ち声に出して訴える支持者としてその能力を示し、他の女性が生きている不平等に焦点を当てることにその旅行を使った。しかし、 夫妻の気候本は1、認証複数形あるいは3、認証単数型で書かれており、そこに述べられている見解や意見が、ウィリアムのものか、ハニーのものなのか、はっきりと識別することは困難である。ワークマン夫妻の作品は、出会った人々を説明するときに植民地主義者であり、風変わりあるいは異常なことと観察しており、最悪の場合は、原始人あるいは、人間以下のものと見ている。 しかし、彼らが出会った人々が彼らを類似した光の中で見ていることを明らかにしたときに、時として彼ら自身の偏見に気づいていることを示している。1888年から1893年、ワークマン夫妻はスイス、フランス、イタリアに自転車旅行を行った。1891年、ファニーはモンブランに登った最初期の女性となった。 ユングフラウやマッターホルンに登った最初期の女性でもあった。そのガイドはピーター・タオクバルダーであり、イギリスの登山家エドワード・ウィンパーと最初に登ったものでもあった。1893年、ワークマン夫妻はヨーロッパ以外を探検することに決め、アルジェリア、インドシナ、インドに向かった。このこれまでより長い旅はファニーのアイディアだった。 夫妻の最初の長距離旅行は1895年のスペインを通る2800マイルの自転車旅行だった。二人ともそれぞれ20ポンドの荷物を積み、1日45マイルを走り、時には80マイルまで伸ばすこともあった。その後にこの旅について、現代のイベリアにおける自転車旅のスケッチを共同で表した。その本の中で、スペインについて素朴で奇妙で、 チャーミングと表現していた。これはよくある旅行記の書き方であり、彼らの本は新鮮でもオリジナルなものにもならなかった。アルジェリアの記憶の中では、田舎の美しさやロマンスに焦点を当て、愕然とさせられるような都会の状態に触れることは、避けていた。しかし、スペインの社会で女性が虐待され軽視されていることは、取り上げていた。インドを自転車で旅するファニーブロックワークマン。 1897年頃ークマン、夫妻のインド、ビルマ、セイロン、ジャワイの旅は、1897年11月から2年半、続き、移動距離は1万4000マイルに及んだ。当時のファニーは38歳、ウィリアムは50歳だった。夫妻は、インドの南端から北のヒマラヤまで約4000マイルを自転車で移動した。物資供給点に、 アクセスするのを確実にするために、鉄道に近い幹線道路を進み、時には他に宿泊施設がない時に、鉄道で眠って部屋が空くのを待つことを強いられることもあった。傾向するのは最小限の物資であり、茶、砂糖、ビスケット、チーズ、缶詰の肉、水、枕、毛布をそれぞれが持ち、筆記用具や医薬品、修理用具もあった。 インドの北端では自転車を処分し、標高1万4四千フィートから1万8八千フィートの峠を歩いて越えた。この旅は過酷なものだった。食料や水がほとんどなくなることも多く、蚊の大群に対応したり、1日に40回も自転車のタイヤのパンクを修理したり、ネズミがハイマール宿舎で眠ったりした。この旅の後で書かれたファーニーの本では、東大の文化よりも彼らが見てきた。 古代の建築に焦点を当てていた。夫妻は、当時の西洋人としては、インドの歴史に関する豊富な知識を持っており、旅の前に、ジャータカ、マハヤバーラタ、ラーマーヤナをすでに読んでいた。これらの女子詩を生み出した文化について学ぶことに、熱心であり、そこで生活する人々と交流するよりも、古代史について学ぶために、多くの時間を費やした。1898年夏、 ワークマン夫妻は暑さを避けてヒマラヤ西部とカラコルムを探検することにした。カンンチェンジュンガの付近を探検し、続いてシッキム州を旅し、最後は東のブータンとの国境になっている産地を探検するつもりだった。役所の手続き上の難しさや天候の問題もあり、その計画通りには進まなかった。最も重大な問題は労働者に関するものだった。 夫妻は45人のポーターを雇い、基本的な産学業のための装備をさせ、食料を購入したが、裕福なアメリカ人に関する知らせが、村の中で出回った途端に費用が急行倒した。出発できたのはやっと10月3日になってからであり、その時には冷たい気象が近づいていた。ワークマン夫妻は、その著作の中で、彼らが雇ったポーターについて苦情を記していた。 それらポーターは共に働くのが難しく、1日に5マイル以上進むのを拒んだ。旅に出て3日経った時に積雪に出会い、ポーターたちが反乱を起こした。そのような寒い状態では働くのを拒んだので、全体がダージリンまで引き返すことを強いられた。ワークマン夫妻は常に労働者の問題に悩まされ、続け、数ヶ月にわたる遠征に必要な量の物資を運べなかったために、 道具を運ぶ地元ポーターを必要としていた。装備として、ママリーテント、羽毛の寝袋、カメラ一式、化学装置があり、それに、大量の食料があった。ポーターたちは遠征の全体に回帰的だった。地元の者は滅多に山に登らず、また女性から命令を受ける習慣もなく、ファニーの立場を難しくしていた。ワークマン夫妻はこれらの問題を、 減り下ることと高飛者に出ることで解決しようとした。ケネス・メイソンは1955年に表したヒマラヤ登山の歴史の中でワークマン夫妻はその旅の間に彼ら自身の欠陥の犠牲になっていた。彼らはあまりに我慢が足りず、ポーターたちの精神状態を理解しようとすることは滅多になかったので彼らから最良のものを得ようとしていなかった。と記していた。 労働者の問題は二人の遠征の全てでついて回った。ルリー・ミラーが指摘するように、ビクトリア期の旅人の中でもほとんど唯一ワークマン、夫妻は地元の人々について絶対的に同情心がなく、常識的な理解すらもなかったので、それら民の貧しさや遠隔の村にあっては、サービスや物資を要求する追随者の並びに爆発しそうになっていたとしている。 ミラーはワークマンに関する章でアメリカ人である。この夫婦がイギリス人探検家が持っていたようなカースとすなわち階級に関して同じ感覚を持っていなかったと言っている。ワークマン夫妻は彼らの国のものの大半と同様、その遠征に頭から突っ込み、その莫大なエネルギーで全ての障害に打ち勝てるものだと期待していた。彼らはインド人に対する その無情で不敵な態度について、イギリス人から批判されても当然であると記していた。我々は偉大な山の世界の空気を吸い、その氷河の旋回する水を飲み、そのそびえ立つ、峰々のたとえようもない美しさと威厳を我々の目に、焼きつかせ、さらに時が過ぎて、その魅力が彼らの力を新たに主張し、抑えがたく訴えかける歪みを持って、 もう一度あの地域に戻ってくるよう我々に呼びかけ、その雄大さは美しさと崇高さの感覚を十分に満足させてくれる。ウィリアムとファニーワークマン、雪のあるヒスパーの呼びかけワークマン夫妻は初めてヒマラヤに旅した後で登山の世界に見せられるようになった。その後の14年間で8度その地域に旅した。そこは当時まだほとんど探検されてはおらず。 地図もない世界だった。夫妻の旅行は、現在あるような軽量の装備、フリーズドライの食料、日焼け止め、あるいはラジオもない時だった。ある遠征では、探検し、測量し、写真を撮り、最終的に発見したことを報告し、地図も作った。夫妻は責任を共有し、変わる変わる務めた。ある年ではファニーが旅の物流を手配し、ウィリアムが、 科学的な計画で働き、次の年はその役割を入れ替えた。ワークマン夫妻は、ヒマラヤを初めて旅して労働者の問題を経験した、あと、当時としては、最善で、最も経験を積んだ山岳クラブのガイドである町安・ザーブリー県を雇った。各して1899年、地元ポーター50人と、ザーブリー県と共に、ビアフォ氷河の探検を始めたが、 危険なクレバスや悪天候のために、スコロラ氷河とその周辺の未踏法に行き先を変えることを強いられた。ファニーが息子の名前をつけた峰であるジークフリートホーンに達し、当時としては女性の最高点到達記録になった。続いて、標高1万7000フィートでキャンプを張り、さらに高い19450フィートの峰に登ってブロックアークマン山と名付けた。 ここで遥か彼方にある山の景観を称賛し、その雄大な景観についてコメントを残した。彼らは世界第2位の山である k 通を見ていた。ファニーは k 通を見たことが記録された最初の女性になった。最後はコーザーガンジに登り、ファニーは3度連続して最高点到達記録を更新した。 その登山は大変挑戦的なものだったので、新たにポーターを雇う必要があり、新しいベースキャンプを設営し、標高1万8000フィート付近で夜を過ごした。翌朝、標高差1200フィートの壁に挑み、風に吹きさらされることになった。その頂上に近づいた時に、ファニーの指が麻痺してきたので、ピッケルを掴んでいられなくなり、ポーターの一人は彼らを捨てた。 ポーリーはアドレナリンと絶望感で頂上に駆り立てられ、その時の4人組は持っていたケーキが気温下し10度になり、標高2万1000フィート6400メートルを計測するまで長くしがみついているだけだった。と記している。ファニーはゆるりと執拗で果敢な登山家だった。彼女は熊のようにしっかりと片足を据え、続いて、 別の足でしっかりとした足場を探ったと記されている。20世紀初めの登山なので、ハーケンやカラビナのような特殊道具を持っていなかったが、そのような高度まで登ることができた。ポーリーは彼女な不屈な粘り強さと高山病には無縁だったことでそれができたと論じている。ファニーは旅から戻るとすぐに、スコットランド地理学開始の記事でその功績を報告した。 この旅について、ヒマラヤ300の氷の世界でを表し、科学的な情報や実験を含む作品とし、彼女が改良したバロメーターの優秀さを売り込んだが、学術的な評論家はそれに動かされず、彼女が科学的知識に欠けていることを指摘した。一方で人気ある書評家たちはその作品を楽しみ、我々はワークマン博士と夫人が近年になく注目すべき、 旅行記を書いたということに躊躇しないと結論付けた。登山服を着たファニー、ある評論家は当時のスポーツを行う婦人の服としてパンタロンは許容されていたがファニーはスカートを履いている。ヨーロッパやアジアで長距離を自転車で旅しヒマラヤの峰峰に登りクレバスを渡る時にでもある。と記している。1902年ワークマン夫妻はヒマラヤに戻り アランドを出発点にチョゴラングマ氷河を探検した最初の西洋人となった。80人のポーターを雇い、物資4トンを持って行ったが、その体験はほとんど絶え間のない雪と60時間の暴風に妨げられた。1903年、ガイドのサイプリーンサボイエを雇ってホールンバ氷河を歩いた。近くにあるピラミッドボンと呼んだ山にも登ろうとした。最初の夜は、 標高16,200フィートでキャンプし、次の夜は18,600フィートで止まった。ポーターが病気になったために3番目は2万フィートでは、なく19355フィートでキャンプすることを強いられ、最終的にそのポーターを後に残した。彼らは標高22,567フィートの峰に登り、ファニーはまた新たな最高点到達記録を作った。 ウィリアムと一人のポーターが、この遠征の目標であった針のような峰に向かった。しかし、彼らは、鉱山病が始まる前に安全な高度まで登ることは、できないとわかり、頂上まで数百フィートの地点で登頂を断念した。ワークマン夫妻はこの旅から戻った後、ヨーロッパ中を講演して回った。ファニーはその場に応じて、英語、ドイツ語、フランス語で講演した。 フランスのリオンで講演した時は、公会堂に1000人の聴衆がを押し寄せ、700人が入れなかった。1905年、ファニーは、王立地理学会で講演した二人目の女性となった。ファニーの講演の様子は、ロンドンの新聞、タイムズに掲載された。1906年、ワークマン夫妻は、カシミール地方に戻り、ヌンクン山海を探検した、最初の西洋人となった。 この旅では、アルプス地方から6人のイタリア人ポーターを雇い、他に地元の200人のポーターとサボイエがガイドとして戻ってきた。イッサーマンとウィーバーが彼らのヒマラヤ山学誌で説明しているように、ワークマン夫妻は地元のポーターを嫌っていたが、彼らを雇うしかなかった。彼らのそうでなければ貴重な本は、彼らが心ならずも土地の支援に頼っていた、怠け者で、 嘘つきで、泥棒で、反抗的ないかさましに対する長く、怒りを帯びた、長久絶のようなものになったとしている。夫妻は、標高17,657フィートから21,000フィートまで4カ所で、キャンプを行う計画を立てた。労働者の問題はあったが、ワークマン夫妻は、他の登山者よりも高い位置、すなわちヌン君ンの Z1 の頂点。 標高2万278フィートで夜を過ごし、そこをキャンプアメリカと呼んだ。ウィリアムはファニーについて次のように記した。彼女はその視界にある目標に注意を集中し、それをなす過程にあるかもしれない困難さや危険性ですら無視することが多かった。成功するために覚悟を持って臨み、覚悟がなければ失敗していたであろう。成功を勝ち得る勇気があった。 あらゆる機会を生かすという信念があった。諦めることを知らず、意志をくじくような困難さを前にして引き返すことを最初に言い出すものではなかった。この旅の間にワークマン夫妻が作った地図は質が悪かった。メイソンによれば、この夫妻は地形的な方向についてセンスが悪く、すなわち彼らが計測したものは不正確であり、インド測量局で利用できないものだった。 クンサンとピナクルボン、スルバレーから見る1906年、ファニーは47歳で、標高2278フィートから、標高22735フィートのピナクルボンに、登場した。これは、西ヒマラヤのヌンクン山海に属する山だった。彼女の登山にとって、最大級の成功となった。イッサーマンと、ウィーバーが指摘しているように、 彼女が現代的な装備の恩恵もなく、そのかさばるスカートに邪魔されながら自力で山に登ったという事実は彼女の能力と決意を物語っているとなる。ファニーが打ち立てた最高点到達記録は1934年ヘッティダイレンファースがシアカングリに登った時に破られた。この時、ファニーとウィリアムはどちらも2万3000フィート以上まで登ったと信じており、 自分たちを高高度にまで上る指導的な専門家であるとみなしていた。ファニーはピナクルボンの高さについて特にアニー・スミス・ペックなど異議を唱えるものすべてに対して活発に弁護を続けた。1908年、ペックはペルーのワスカラン山に上り、それが標高2万3000フィート以上だと信じて新記録を主張した。しかし、 ペックはこの山の高さについて誤った情報を得ており、計測できなかった距離を古代に言っていた。ファニーは大変負けず嫌いだったので、サービスジオグラフィックドラル名から、フランス人測量士のチームを1万3000ドルで雇い、バスカランさんの高さを測らせ、それが実際には2万2205フィートであることを突き止めた。ファニーの記録が最高点到達記録であることを確認した。 ポーリーは皮肉なことに高い地位にある男性と彼女が同等であることを証明するという決意が彼女を超えようとするアメリカ女性を絞ませる攻撃で頂点に達したと説明している。ファニーは最善の女性であろうと決断しており細部に関わる記録保持者でもあったのでその成果を証明することができた。ポーリーはファニーワークマンが当時は男性のスポーツであったもので 優秀であろうとしたフェミニストとしての決断に値する認知を得ていたならば、彼女が到達した高度と同じくらい正確な記録保持者に固執することで記憶されたに違いないと結論付けている。シルバースローオンプラトに立つファニーワークマン、新聞を持っており、女性に選挙権をと読める1908年、ワークマン夫妻はカラコルムに戻ってきて、ふんざ長屋地域の全長38マイルの ヒスパー氷河を探検した。標高17,500フィートのヒスパー峠をギルニットからナジールに抜け、全長37マイルのビアフォ氷河をアスコルまで進んだ。これら氷河を全頭発したのも新たな記録であり、ヒマラヤ山脈のこの大きさの氷河を渡ったことでは最初の女性となった。多くの面にある氷河を探検した初めての機会であり、 イタリア人ポーターが作成した地図はこの地域で初の地図となった。彼らは高度が真理に与える効果を記録し、氷河と氷の頂上を研究し、気象観測を行った。その中にはアネロイド気圧計と沸点温度計の両方で記録した高度データが含まれていた。1911年と1912年、 ワークマン夫妻は、ローズ氷河とマッシャーブルム山周りのバルティスターにある全長45マイルのシアチェン氷河を探検した。これは、当時の世界で最も広く長いアカ帯氷河であり、ほとんど探検されておらず、近づきがたいところだったので、夫妻の経歴の中でも最も重要な成果となった。夫妻は2ヶ月間で45マイルの氷河を歩き、いくつかの山に登り、 地域の地図を作った。この期間すべて標高1万5000フィート以上で過ごし、頂上を極めたインディラコルにその名前をつけた。この遠征中にイタリア人ガイドの一人がクレバスに落ちて死んだ。ファニーは落下を免れることができた。他の者たちもひどく動揺したが、その工程を続けた。シアチェン氷河の頂点に近いシアラ峠を越え、 カベリ氷河のまだ探検されていなかった地域を進んだ。この体験とその結果書かれた本はファニーの業績の中でも最大級のものである。この旅についてその著作氷の中の二つの夏東からコルムの荒野の中で書いているように彼女がこの遠征隊を組織し引いた。この時ハンター・ワークマン博士は私に労働したが私が食料がかり、 写真係、氷河学者であり、私がこの遠征隊の責任ある指導者であり、私の努力が大部分その成功にも失敗にもかかっていたとしていた。標高2万千フィートの高原の上で、ファニーが大事に女性に選挙権をと書かれた新聞を広げ、それを夫が象徴的な写真として撮影した。夫妻はグラント・ピーター・キンや、 サージャンシングなど訓練された鉱山のガイドや測量士を連れてきており、そのシアチェン氷河について作成した地図は、それまでワークマン夫妻が作成に貢献した多くの地図とは異なり、その後も長く使われ続けた。ファニーブロックワークマンに捧げられた記念碑、マサチューセッツ州ウスターシルウラル墓地ワークマン夫妻は、1908年から1912年の旅を終えた後、 1914年に第一次世界大戦が勃発したこともあって探検を止め執筆や講演の活動に転換した。ファニーはパリのソルボンヌ大学で講演した初のアメリカ人女性となった。王立地理学会の会員として認められた最初期の女性ともなった。これは氷河作用やその他の現象に関する科学的考察などを出版したことから得られた。 ものだった。ヨーロッパの10の国の地理学会から名誉メダルを贈られてもおり、その結果、アメリカンアルパインクラブ、王立アジア学会、クラブアルピーのイタリアのドイツオーストリアアルパインクラブ、クラブアルパインフランセの会員にも選出された。ファニーはこれらの検証を大変誇りに思い、その著書の表題ページにそのリストを載せた。ファニーは1917年に病気になり、 長く療養生活を行った後の1925年、フランスのカンヌで死んだ。その遺骸はマサチューセッツ州で埋葬され、現在はウースター市のルーラル墓地にある記念碑の下で、その夫と共に葬られている。その石踏みには、パイオニア的ヒマラヤ探検家と記されている。彼女の遺志により、ラドクリフ、ウェルズリー、スミス、 ブラインモアの4大学に12万5000ドルが残された。その遺産は、夫人の権利について長く続いた興味を示すものであり、女性は男性と同等であるという信念を示すものだった。シアチェン氷河遠征と絡めて、私のフルネームを置く目的は、私がいかなる方法でも私自身を前に押し出したいからではなく、女性の功績において、現在も将来も、 一人の女性が、この遠征の発案者であり、特別の指導者であったことを知らしめ、印刷物に留められるべきということのみである。後に、あらゆる分野の個々の労働者として女性がその、認められた地位を占めるとき、それが探検の分野であったとしても、その作業を強調する必要はない。その日が完全に来ないとしても、現在では、それが、女性にふさわしく、 女性への恩恵であり、そのなすことを少なくとも記録に残すことである。ファニー・ブロックワークマン、氷の中の二つの夏、東からコルムの荒野ファニーは、アニース・スミス・ペックと共に、20世紀初期に世界でも最も著名な女性登山家の一人として認められた。その競争関係はこの惑星で最も遠隔にあり、難しい地形でも女性が登れることを示し、 男性登山家と同じ業績を挙げた。女性が本当に登山に関わるようになったのは、ペックとハニーの業績があったからだった。特に、ヒマラヤ山脈では、それまで登山は裕福な、イギリス人男性に独占されていた。他の女性がヒマラヤ山脈に登るようになったのは、第一次世界大戦も終わってからのことであり。 その時には登山の装備や組織も改良されて、遠征の危険性や困難さを減らしていた。ファニー自身は熱心なフェミニストであり、婦人参政権の支持者であり、読者にはいかがに彼女の貢献や業績が女性すべての位置づけに反映されたかを理解してくれることを望んだ。その著作の中で、ファニーは自分のことをビクトリアキ女性の礼儀作法の標準を問題にし、 位していいるものと描いた女性は強いので、厚くし気けた場所で長距離を自転車で行くこと、あるいは寒い中で高高度の山に登ることのように、厳しい肉体的行動に耐えることがいかに容易であるかを示すことで、家庭の外でも十分反映していけることを示した。ファニーは筋肉の王国に挑戦した。アルパインジャーナルにおけるファニーの死亡記事は、 彼女が直面した挑戦に触れ、彼女は性の対立を苦しいと感じたと言っている。この記事の著者は意識されない感覚が、長い間男性に任されていた探検という領域に女性が入り込む新規さについて我々に語らせ、ある地域では存在していたかもしれず、あるいは起こりつつあったのであり、そのような雰囲気を我々はよそよそしいものというのであろうか。 と付け加えた。しかし、ビクトリア機登山に関するアンコリーの研究では、ヒマラヤのような高高度よりも低い高度あるいは、通常の生活で、性差別があからさまなものだったと主張している。コリーは、社会の圧力から出てくるような、些細な意見とは、離れて、高く、雪の線より上であるいは、遠隔の地域で、女性登山家は、十分に平等と権力を経験できる。 彼女たちが選ぶならば、スポーツマンのようにあるいは男性と競い合うもののように、あることができると述べている。ティングレーはその著書、文学者電気の辞書のファニーに関する項目で、積極的で決意があり、妥協を知らない、世紀の変わり目のアメリカ人女性旅行家とし職業的登山家や測量士として働き、最も遠いのはヒマラヤまで、彼女とその夫が実行した遠征について、 著書を表した最初期の女性である。彼女は女性参政権の強力な提唱者であり、他の女性旅行者や登山者にとってロールモデルとなると自らを考えていたことを明らかにしたと書いている。ファニーがその意思で残した金を使って、ウェルズリー大学は毎年一人の卒業生にいかなる専攻であっても大学院での研究を行わせるために、 ファニーワークマンの名前を付けた1万6000ドルの奨学金を提供している。ブラインモア大学はファニーブロックワークマン旅行奨学金を設立し、その基金の許す範囲で考古学あるいは芸術史の博士候補者に与えることとしている。メイソンによると、ワークマン夫妻が制作した多くの本と記事は今でも有益であり、特に写真やイラストが有益だが、地図の方は嘘があり、 常に信頼できるとは言えないとしている。ある評価では、ワークマン夫妻が、気象条件、氷河学、さらに高高度が人体とその適合性にいかがに影響するかを述べているところは、優れているが、地形の記述がお粗末だと言っている。ワークマン夫妻は、ヒマラヤ山脈が登山に挑戦する究極の場所であり、その探検が、登山というものを体力を使うレクリエーションから、 真剣な調節された競い合うスポーツに変革させたことを理解した最初期の登山家である。イッサーマンとウィーバーによれば、ワークマン夫妻は誰も疑うことができない大胆な探検家であり、登山家であるが世間に認知され名誉を得ることに熱心であったために、彼らの成したことの独創性や重大さを課題に言うことがあった積極的な自己宣伝者でもあったとしている。 イッサーマンとウィーバーはその最終的評価の中で、彼らは当時の誰よりも多くの距離を歩き、多くの山に登った。彼らは豪華にイラストを入れ広く読まれた、遠征記五感を制作した。ファニーは女性という単純な徳によって、もちろん、ヒマラヤの貴重な先人となった。しかし、ワークマン夫妻は偉大な登山家ではなかった。彼らのベストであっても、 そのイタリア人ガイドが苦労して得たステップの後を上手に従った活発で能力あるパトロンだったと言っている。しかし、ポーリーはワークマンに関する章で、ファニーワークマンに関する最近の証言がいくつか、彼女の業績を軽視し、あるいは小さく見せる傾向にあるが、はるかに大きな業績が来ることに気づいていなかった、同時代の者たちは、ワークマン夫妻に高い敬意を抱いている。と記している。 彼らはヒマラヤ山脈を深く探検した最初のアメリカ人であり、それまでヒマラヤ登山でイギリス人の独占であった状態を破ったものである。ありがとうございます。